ウエステコピンです。本日はですね、靴下をテイクアウトと思います。以前からこれを企画にしようってずっと思ってたんですよ。初めてね、 DM 来たのが5月30日靴下売ってくださいって DM が来たんですけど、目は通したけど返事はしないでおいて、そしたら7月26日に靴下売ってって来たんですよね。放置しといたんですけど、また来ました。2月1日にですね、靴下売ってできましたね。アイコンとか見た感じ、おじさんっぽくないんだよね。若い子。こっちがね、DM 返して対応してくれるか分かんないけど、で、まぁいろいろやりとりして、お互いの条件が合えば、売ってみようかなって思います。で、実際にね、会えるんだったら会ってみたいなって感じで、今回企画を進めていこうと思います。動画、スタート!デコピン。早速メッセージを返していこうと思います。なんて言えばいいんだろうね。DM 見させていただきました。条件が合えば、ぜひお売りさせていただけたらと思うんですが、いかがでしょうかって思いました。ご検討の方でよろしくお願いします。仕事やん。じゃあ、送信します。送りましたよ。今、DM 返ってきました。一応、開封していきましょう。いきます。直接売買ってありですか?条件としては別にその、いくらっていうよりかは、動画に出てもらおうっていうふうに思ってるんで、動画に出てくださるなら直接でも可能ですよ。よろしくお願いいたします。って送りました。めっちゃすぐ帰ってきたわ。どんな感じですか?顔とか全く映らないなら大丈夫ですよ。動画出たらタダってことですか?プラス、買い取り?靴下なんですけど、買うもの決めて、それ何日か履いてもらってって感じになります。臭くなるまで履いてほしいです。ってことなんですけど、普通にキモいんだけどって感じですっごい今悩んでます。嫌だ。普通に、嫌だ。普通にあげたくない。無理な部分あったら言ってください。って今追加できました。臭くなるまで履き続ける方も嫌じゃない?臭いのをさ、もう一回履くのとかも嫌じゃん。そこだよな。顔はモザイク処理します。靴下ですが、臭くなるまでは厳しいです。すいませんって送りました。どうなるんだろうね。この人ってさ、インスタグラマーとかさ、インフルエンサーにさ、毎回そういう DM 送ってんのかな?そこら辺もさ、直接会えるんだったら聞いてみたいけどさ。嫌だなぁ。なんか普通に嫌になってきた。一旦返事待ちます。にゃあ。はい、来ましたね。まず、じゃあ文章言いますね。臭いのに価値感じるんですよね。姿完全に映さないみたいなのは無理なんですか?どういう構図で考えてます?動画のイメージを教えてください。とのことだったんですけれども。どうしようね。森田の靴下あげる?それは森田に確認しなきゃいけないですけど。いや、これめっちゃ悩みます、返事。すみません。こちらは難しいです。横並びで話していただいて、〇〇さんだけモザイクかける形で考えております。どうなんだろうね。こういうなんかさ、そのさ、生々しいっていうかさ、その詳細聞いちゃって、ちょっと慣れてきちゃうもんね。どうしようって感じ。そんな感じでやりとり進めていきたいと思います。はい、おはようございます。昨日なんか最後連絡来てたんですけど、返せなくて、めちゃくちゃ来たんで、電話とかしようかなと思います。本当に会って大丈夫な人の感じかみたいなさ、その人を見るっていう意味でも、電話をして、本当に大丈夫かなっていうのを判断するのと、ここら辺の最後のすり合わせができたらなって、あと日程とね。靴下に関しては、やっぱ嫌なんで、自分。今回ね、デコピンさんの靴下って言われてないんですよ。なんで、昨日ね、森田に LINE しましたの、と。森田足がだいぶ癖らしいんで、森田の靴下をね、プレゼントするっていう感じで、まあ、今回ね、行きたいと思います。最新の返信が来ております。ちょっと読んできますね。一度電話でお話できたらと思いますが、いかがでしょうかって言ったら、電話大丈夫ですよって来て、今からできますかって感じだったんで、今、電話します。はい。緊張するわ、マジで。リスナーの人と電話するのなんて、いたな。お金くださいおじさんいたわ。靴下くださいお兄さんということで、電話してみたいと思います。あ、もしもし。あ、はじめまして。はじめまして、デコピンです。いつもありがとうございます。はい、最近知って。え、でもあれですよね、前に5月 DM は、はいはい、DM は本当にめちゃくちゃランダムに送ってて、そうなんだ。で、返事来て、あ、そういえばって。いや、そういえばじゃねえわ。で、裏垢で DM して、まあ、多分帰ってこないだろうなと思って DM したんで、普段からそのランダムになんかこう送ってるってわけですね、靴下が欲しくて。そうですね。そしたら、どうしようかな。今週末とかどうですか?今週末?土日ってことですよね。まだ値段とか言ってないですもんね。ちなみに、じゃあ逆に値段いくらくらいでお願いしたい感じですか?いつも相場が。相場あるんかい!相場、僕の中ですよ。あ、僕の中のね。はいはいはい、はい。僕の中の相場が何日か履いてもらって、はい、5、6。7ぐらいです。私に関しては今回その、呼ばれてもらうって話なんで、まあそれでよければ全然、お金とか別に全然いいですけど。あれですよね。
何日か履くとかが無理みたいな。いや、なんか普通に嫌っすね、自分が何日も履くの。まあ、履いて2日かなって感じですね。そうですね。すいません。動画って、はい。どういう動画っすか？私としてもめちゃくちゃ聞きたいことはあるんですよ。すべてを聞かずに今いるんですよね。私の前にもくれた人とかいたのかとかも聞きたいし、靴下欲しい人事情を聞きたいです。靴下界代表みたいな。そう、靴下界代表して話してほしいんですよね。大体買うときって買うものを選んでから合ってるんですよ。合ってるっていうか。買うものってことですか？薄い生地がすげえ嫌いで。わかります？なんて言うんだろう。ちょっと通気性のいいような。はいはい。ちょっと厚めがいいんですね。そう、くるぶしがめっちゃ嫌いで。あ、じゃあ長いやつですね。ファミマソックスぐらいの厚さで、長さクルーソックスぐらい。わかりました。指定があれば。指定細かいですね。白っすか？あ、なんでも。あ、なんでもいいんかい。そこまでこだわっといて。わかりました。じゃあ、土曜日に。はい、お願いします。お願いします。なんなんこの謎のこだわり。お前が履くわけじゃないやろっていう。なんなんだろうね、そのさ。そういうこと？いや、めっちゃ今思っちゃったんだけどさ、靴下の匂い嗅ぎながらってことだよね、多分ね。靴下をあそこに被せてするわけじゃないよね、多分ね。でもなんか厚手がいいらしいっすね。まあ、どちらにせよ私の、靴下は渡さないんで。今日がね、まだね、火曜日なんで、5日後っすね。とっておきの匂いのある男性の靴下を用意して、また土曜日に。はい、ということで、宮下パーク着きました。男性と会うね、怖いじゃないですか。前にも動画にちょっと参加してもらった森田にね、来てもらってます。じゃあ、よろしくお願いします。確認させてもらいます。靴下チェック。匂い嗅いでいいですか？あー、まあまあ、しっかり臭いっすね。じゃあ、これを渡していきます。はじめまして。ありがとうございます。来てくれて。まあまあ、じゃあ先にちょっと渡しましょうか。あ、すいません。一応、この中に入ってるんで。あれっす。後で、していきます。え、めっちゃこれ初めてですか？初めてではないです。マジ？もらえたのは何回じゃん。すげえ、一般人。一般人です。え、じゃあ逆にそういう癖の人いるのかな？その、自分の靴下を上げたいって。お金欲しいだけの人です。え、ちなみにその時は、まあまあ、今回はその、買ってくれるってことだったんですけど、動画に出てもらってのもあったんで、まあ普通にあげるって感じで、今日来てもらってます。え、実際でもさ、前とかは買ってるわけじゃん？はい。いくらくらいで買ってたんですか？5000円から7000円くらい。マジか。え、同じ条件で、その靴下の厚さとか。そういうことは、指定しました。はいはいはい。え、ちょっとファミマのソックスにしました。ファミマのソックスって言ってたんで。はい。はい。なんかお金が欲しくてなんだね、みんな。そうですね、向こうは。え、彼女はちなみにいるんですか？今はいないんです。彼女がいるときは、彼女の靴下で。いや、彼女には待ってます。本当に。あー、なるほど。コンビニにはそれ出せないんだよね。出せない。女の子だからじゃなくて、赤の他人の靴下が。女の子は女の子。女の子は女の子だから。男はちょっと嫌です。なるほど。そこもあるんですね。なんかいつ目覚めたんですか？小学5年生の時に、音楽の授業で、で、女の子がこうピアノの伴奏してたんですよ。はい、で、ペダル踏むのに、靴脱いで、こう、まあ、靴下でやったんですよ。で、そこをパッと見た時に、こう、胸騒ぎとして、この気持ちは何だろうすごいよ、そういうきっかけがあるんだ。ありましたね。いつからそれやってるんですか、その取引。大学生。バイトし始めぐらい。自分のお金が入るようになってから、こう調べて、はい、長いソックスがいいって言ったじゃん。てっきりさ、くれぐしだと、もうブツをつかめなくて、うちだってさ、鍵の部分じゃなくて、靴下に入れてこうするものだと思ったのよ。あ、そういうのじゃないんだ。違うっす。あ、そうなんだ。今は完全にもう匂いだけです。匂いフェチでもあるし、え、臭くてもいいんですか？臭い方がいいです。人間的な匂いの方がいいです。女の子のそういう匂いが。僕が買った女の子も、あなた何人目ですよ。なんか結構、いろんな人が、いろんな人がいるんだな、みたいな。何人目ですよ、えぐ。そう。実際会ったのは何人目ですか？ 3 人目ですよ。そんな会えるもんなんだ。直接の方が僕は、こう、高く買いますよって言ったら、場所直接でいいですよ。ワンネイトみたいなことはなかった？ないっすね。まあ、それないかも。もうほんと取引だけなんだ。取引、あ、直接家具みたいな履いてるところ。それで終わり。で、お金渡して。やばよくなんかそうなんなかったね、そういう感じ。なんか僕はそこでなんか成分かかる。
え、でも興奮するんでしょ。あ、いいな。どこで知ったんですか。 YouTube と大体今まで会った人全員聞くと思うんです。みんな20代もう10代もいる。マジか。でもなんか10代の方がお金ないからって。そっか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 。逆に、え、また買ってよ。いつしたっていう、こう、どうぞどうぞ喋ってください。言いにくいところなんで。はいはいはい、そこを覚えるんだ。そうっす。後ろのそこら辺歩いてる人そっちの方がいいんだ。ど変だよ。まあ、あと顔は大事なんですね。ずっと好み。家着いて、まあ、その靴下を、まあ、見たりとか、まあ、するじゃないですか。はい、まあ、その感想をまたちょっとインスタ電話で教えてもらっていいですか。どうだったか。感想。はい。ありがとうございます。はい、ということで靴下を渡して1週間くらい経ったんですけども、どんな使い方をしてくださったのかと感想を聞いていきたいと思います。楽しみにしてました、私はこの日を。実際ね、あの靴下は男性スタッフの靴下なんで、そこら辺を発表したらどんな反応するのか電話で確かめていこうと思います。インスタで電話かけていこうと思います。じゃあ発信します。あ、もしもーし、お久しぶりです。どうでした。買って入ってくれたみたいな言ってたじゃないですか。はいはいはい。新品の匂いしかしなくて。マジか。無臭でした。結構臭いかなと思ったけど、やっぱ時間経つと薄れるんですかね。あんまり足臭くない人なのかもしれないですね。あ、そうなんだ。わかんないけど。え、じゃあ何もできなかったってことですか。それで新品の匂いするって言って、そっと袋に戻しました。マジか。はい、あれでした。山でも良かったかもしれないし、はい、それで何もされなくて。それなんでかっていうと、あの靴下、はいはい、あの男性スタッフのやつなんで。あ、そうなんですか。そうです。渡すわけないやん。あ、そうなんですか。そうっすよ、私よりも多分臭いから男性スタッフの方が、はい、だから履いてもらったんですよ。でも嗅いだらめっちゃ臭くて、いけるわって思ったら全然思った感じじゃなかったらしいっすね。全くでしたね、不快で、うん、ちょっと残念な気持ちになりました。わかりましたって感じです。なるほど、すごいいろんな意味で複雑ですけど、まあ、今回はあの企画にご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ失礼します。はい。なんだよ、なんか逆に悔しい、うわマジかっていうその反応を期待してたんですよ。まぁ、あ、ちょっと今回は悔しかったですけど、こっちの準備不足ですかね。はい、ちょっと今ね、先ほどの電話を切って10分くらい経ったんですけど、改めてね、DM が来まして、びっくりしたのがさ、まぁ、バカショックですって来たんで、ああ、よかったよかったって思って笑って返したんですけど、あれ書いたんで動画アップしないとか無理っすもんねって言われて、多分あれって多分覚書のことだと思うんですけど、一応これを渡すことによって、まぁ、あ、あの動画、出演に関して承認したものと見出しますみたいな感じの覚書だったんですね。もうしっかりサインしてもらったんで、ですねって言ったら、なんかそんな感じなんですねって言われて、おーってなって。おそらく覚書も見てもらったと思うんですけど、私の靴下とは一言も書いてないのでって送ったんですよね。そしたら、なんか詐欺にあった気分。そうですね、わらわらってきて、いや、待てと。いや、詐欺にあった気分というか、そもそもね、そういう DM を送るのがマジでキモいからやめた方がいいって話なんですけど、プラスね、思いのほかマジで闇深いなって思っちゃって自分が。そういう癖で、靴下を嗅がれたい人と、靴下を嗅ぎたい人、その需要と供給があって、やりとりが成立してるんだったらいいんですけど、未成年がお金が欲しいから、どうしてもお金もらうために、その自分の靴下を売ってるっていうのは、マジで良くないなって思っちゃったんですよね。それも本人同士の問題なんで、まあその女の子が良ければいいのかもしれないけど、そんな安売りしなくていいじゃんってうちは思っちゃう。ここに付け込む大人も大人だなってすぐめちゃくちゃ思っちゃうんで、マジでその SNS の闇を見た感じですよね。この人も結局今回裏垢でこういう風に、まあ、やり取りをしてるっぽいんで、複雑な思いになりますよね。未成年のお金が欲しい子たちのその気持ちにつけ込むのはちょっと本当にやめてほしいなと思いました。まあ、こういうことがあんま増えない方がいいんじゃないかなって思うし、まあ、今回はこれで済んでるけど、ゆうかは真似しないでください。男女ともにね。はい、ということで今回の動画終わります。